さあ続きいきましょう。極秘商店でございます。いきます。それからしばらく経って、はい、こう暇だと体がなまっちまうな。よし、神様のところでも修行に行ってくっか。そうなの、ね、あーこら悟空さん、どこ行くだ。父かわいいね。いいね、美人な奥さんもらってるよね。うん、よく来たな孫。また修行したいんだけど、よかろう、特別に3回だけ修行してやろう。なになに、体力、キースピード、ステータスを見る。ステータス見ます、見たいです。わー、 BP 上がってるね。結構上がったね。ヒットポイント864、気力が70、スピード、やっぱスピードですか。いや、気力かな。やっぱあの気合が高いとさ、結構いろんな行動できるんで気かな。説明を聞きますか。はい、そうよ、コピー悟空の攻撃を防御の要領でうまく、あー一番苦手なやつ。一つのレベルで攻撃は4回、うまく攻撃を受け止めることができればそのレベルはクリアとなり、次、ちょっと何言ってるか全然わかんねえな。最高で7、多くのレベルをクリアできればそんだけ、その気力が増える。ちょっと何言ってるか全然わかんない。はい、あーこういうやつ、あー少しずつ速くなってくんのかね。やべ全然下手くそだ、やべ全然下手くそだ、やーばい、やべえな。これだけ全然ダメだ、やばい、上がってねえんじゃねえの。やーべえ下手くそだこれ。ちょっとまあいいでしょう。あのクイックセーブでちょっとデータ残してますんで、はいはい、ダメだな。はい、遅いのかタイミング的に。ダメだ。こうか、こうか、やっぱ早い方がさ、早い方が得意かもしれん。はい、ちょっと難しいなこれ。あーむずいな、あーダメだな。でもやっぱ早い方得意だね。気が弱かった。やべ、やっぱ1回目のやつダメだったんだわこれ。もう気だよ、もう全部気だもん。あやべ、説明もいらねえのに。遅いのダメだね僕ね。なんでだろう。あの野球で言うあの遅い球は打てないみたいな、速い球は打てるけど遅い球は打てないみたいな。いやーやっぱこうなんだよな。どうしよう、ああダメだな、あーやばい、ダメだ、あーダメだ、もう下手くそすぎる、下手くそすぎる、遅いのがダメだ、達者でない、うわーやべ、本当はここでめちゃくちゃなんか強くなってみたいなのはなんじゃねえのかこれ。第2部、まあいいや、このまま行こう。ピッコロ大魔王との壮絶な戦いから5年余りも過ぎた平和なある日のこと、数年ぶりの再会を喜ぶ悟空たちの前に悟空の兄ラディッツと名乗る一人の異星人戦士が現れ、こう告げるのだった。あ、なんかすげえこの辺省略してんな。いいね、いい反り込みだねラディッツ。貴様は誇り高き全宇宙一の強戦士族サイヤ人だと。ラディッツの目的はある星を攻め落とすために悟空を仲間に迎えることだったのだ。しかしなかなか命令を聞かない悟空に対してラディッツは人質として悟空のご飯を連れ去ろうとする。なんかここ第2部からなんか、あ第2部だっけ、ナレーション入れてちょっとあのなんかすげえ省略してんなこれ。それを阻止しようとした悟空だが抵抗むなしくご飯を連れ去られてしまう。1日だけあるから苦しんで考えてみるがいいとラディッツが言い残して、よっしゃ、会話クリリン、行こうクリリンな、行こう今行って勝てると思うのかよ。ちょっと厳しいよね亀仙人。進まぬわしらには手も足も出なかった。もう次元が違うよね。
あ、ブルマ美人だね、可愛いね。ショックよね、せっかく見つけた肉親がよりによってあのやつでさ。で、どうすんのこれ。どうするつもりなんだ。これでドラゴンレーダーかな。ブルマ、ドラゴンレーダー持ってるか。そうか、ご飯くんの帽子の飾りドラゴンボールだったな、だったわね。よし、これで位置がわかるっていう。あれか、あの点滅してるやつか。よし、よかった、宇宙じゃなくて地球にいるわ。よし、行くぞ、いちかわちかだ。セーブしました。おーい、いいね、緑来た。ご飯奪回のために騎士をかけようとする悟空の前にピッコロが現れた。その二人と言ってもやつは倒せん。この俺が一緒に行ってやる。俺と貴様が組めば倒せる可能性が少しはある。いいな、その方法しかねえみてえだな。いいねこうして悟空とピッコロはそれぞれの思いを胸にご飯奪回に出発したのだった。セーブしました。セーブの嵐だなこれな。来たね。貴様ら一体ここへ何しに来た。決まってるだろう、俺のこと取り返しに来たんだ。笑わせやがって。その程度でのこのこやってくるとはな。身の程知らずとはこのことだ。我が一族の恥だ。死んでしまえ。いい反り込みだね、2回目。強い。これ、あれか、なんか、イベントが発生。いや、めっちゃ強い。なんか、ご飯が、なんか、発生するとか、なんとかとかあんのかな。回避。うわぁ。くっそぉ。すげぇ。回避。何ターンか耐えればいいとか、なんかそういうのあんのかな。公開行動だもんな、こいつ。俺、やっぱ早い方ちょっと得意だわ、やっぱり。貴様らが知るのも時間の問題だ。てめえ、舐めやがって。ピッコロ早く。あ、こっちも早く動けるぞ。ピッコロ、早くお前も攻めてくれよ。あ、でも先座あるから、まあ、なんとかなるか。特殊。でまた体当たり連打でいきますか。もう体当たり芸になりつつあるな。後ろ回り込む、でも実力差あるからな、回り込めるかどうかっていう不安もあるよね。待てだったら太陽拳後ろで体当たり、もうここちょっとあまりにも戦力差がありすぎるからね。負けイベか何か途中でイベント発生してとかだと思うんだよな。うわー、マジか。よーし、136。あ、でも結構食らうな。結構食らってくれるな。俺の他に生き残ったセヤ人はさらに戦闘力が上なんだぞ。知らねえよ。いや、早い、動きが早い。やーべえなー。ほい、あー、ちょっと惜しいな。はい、来た。はい、あ、ダメかー、くそー。相変わらずこの防御が。はい、あ、来た。オッケー。それでもあれだけ食らうもんね。あー、ダメなのか。せっかくの忠告を聞かずに歯向かうような愚か者には死あるの。よう喋るね、君は。本当にもうよう喋るね。じゃあもう同じパターンでも行くか。太陽拳、待て、ここちょっとキックとか入れてみるか。キックため、あ、でも投げの方いいかな、距離取れるからね。まあでも、あんまりでもね、あのカーソルが遅い、動きが遅いとね、逆にこっちもちょっとやりにくいっていう。あ、入った。
でも結構ダメージ出るなこいつ。よだめ。いよいよ貴様たちの死が近づいたようだな。うん、でもやっぱこの差はなかなか埋められない。何かイベントが起こってくれることをちょっと祈りながら戦う。ほい、あーちょっと遅い。ちょっと遅かった。わずかに。ほい、あーまだ遅いか。まだ遅いな。やばいぞ、やばいぞ。回り込まれた、やばい。よし、これでも食らうか。まあまあ食らってんな。おい、おー、いいね、いいね、いいね。よしよしよし。394747。いや、ちょっと、あ、来た来た来た、ピッコロさん。うそー。うそー、ピッコロさん。あんな強かったじゃない。ピッコロさん、あんなに強かったじゃないか。あんなに一緒だったじゃない、もう。マジかよ、お前。太陽剣。体当たり。投げ。残像剣使えるかな。いやー無理かな。よし、オッケー、入った。126。ほらやっぱ体当たりだなこれな。オッケーオッケー、これで距離取った。オッケーオッケー。何かイベント起こってくれ。お、来た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 。そう、ピッコロさん。ちょっと、もうジャンプあるあるだよね。あの、めっちゃ強かった敵が、あの、味方になると急激に弱くなるパターン。もう、めちゃくちゃ強かったじゃねえか、お前。やばい。やばい。うわぁ。押してるんですけどね。毎回言ってるよね。押してるんですけどね。っていうね、毎回言ってんだけど。いやあ、魔漢光サポ早く来て。魔漢光サポ、ああちょっと、もうピッコロさん、もうもうただのガヤ芸人だよ。ピッコロさんがもうただのガヤ芸人になりつつある。くそー。いやー、多分だけどこれあれだと思うんだよな。今魔漢光、ね、魔漢光サポ来ると思うんですよ。この感じから行くと次あたりで。でもね、もう極耐えきれないっすよ、これ。あ、ダメージ結構入るな、やっぱり。うまくいけば勝てるか。来た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 。おめえ、とっておきの新しい技ってのは出来上がったって本当か。まあな。だがこの技は気を貯めるのにやたら、今からかい。貴様その間に奴と一人戦って注意引きつけろ。今までの変わんねえじゃん。じゃあやることよ。わかった。あたかもなんか一緒に戦ってたかのような感じだけど、やること変わんねえじゃねえかこれ。なんだよピッコロさんよ、お前。いい、もうね、ただのガヤ芸人。あー、押してるんですよ、押してるんですよ。いや、防御か。あー、ダメだ。もう耐えられんぞ、これ。くそー。あー、ダメだ。相変わらず下手くそだな。もうあと回避しかない。いや、でもこうやって考えるとさ、結構なタンス、あれか。ってことは残像剣使った方がいいのかな。ため、例えばもう逃げるみたいな感じでさ、残像剣みたいな。これでどうだ。これでちょっとでも回避率上がって、魔漢光殺法まだもう耐えられんぞこっちは。回り込まれた、やばい。押してるんですけど、マジか。
情けない、今何をしていたの、いや情けない言わないでよめっちゃ強いんだよラディッツ、さすが一流の選手だな、めっちゃ強いぜこいつ。いやでもでもなんかあれだよね、あのパターンというか感じからいくと、多分これ耐えきれば勝つんじゃないかなって感じするね。何ターンか決まったターン数みたいな、なんかそんな感じがする。これ回避だね。あー5回か。いや押してるんですけど、タイミングもねそんな遅くないんだけどね、かなりシビア。あー今のは押し間違い、今のは押し間違いよ。よっしゃ、オッケーオッケー。とにかく距離を取るのと残像剣を使うっていうことにを心がけるか。逃げ回るみたいな、2つ離れて2つ、これ最高どのぐらい離れられるんだろうちょっとわかんないけども、やれるだけやってみよう。30残像剣、これでどうだ。もう逃げろ逃げろ逃げろ、よしよし逃げろ。よう喋りますね本当に。これがやっぱマックスなんかな、この距離が。よっしゃ、通常攻撃。あーちょっとダメだな、ちょっと狂ったな。でも多分もうこれ以上は遅くならないんでしょうね。やばい、50。通常攻撃だったらそんな食らんねえぞこれ。でもよし、じゃあためため、まああんまり逃げ回っててもしゃあないんでね、体当たり体当たり体当たり投げ残像剣。よーし、これあれかな、 HP 削りきれば勝ちなんかな、 どうなんだろう。魔漢交差法まで耐えなくてもいいみたいな、なんかその感じなんかな。いやでもあのピッコロさんの感じから言って魔漢交差法もちょっといまいち信用できませんけどね。あ間違えた間違えた、もう間違えた。そうこの回避、これ回避のさ、これやるとね、すごくこのレトロフリークのこのなんだっけコントローラーのね十字キーがかなり痛むのよ。これもうかなりベコベコになってます。これわずか数回この動画の収録やってるだけなのにベコベコになっちゃって、それぐらいねシビアな動きをこう要求されるみたいな感じですよね。移動距離取って、もう残像剣で逃げます私。いや多分あれだよね、魔漢交差砲打ちます、外れます、ご飯出てきます、でもう一回魔漢交差砲だから、そこまで耐え切らなきゃいけないんじゃないのこれ、あの予想だけど。なんか昔これやったんだけど、この辺はねいまいち覚えてないですね。多分そういう感じだったと思うんですよ。削り切るとか、まあ、削り切ってもいいんでしょうけどね、いいんでしょうけども、今の僕はちょっと無理よこれ、戦力差がありすぎる。あの食らったダメージそのものはそんな、やっぱ残像剣入れてるからなんかな、どうなんだろうね。火ダメが下がるはないか、あくまでもやっぱ
耐えやすくなる、防御は耐えやすくなる、回避は回避、あの回避しやすくなるみたいな感じなんかな。逃げます逃げます、私逃げます。30残像剣、もうここ40残像剣までいってもいいんじゃねえかね、覚えてもいいんじゃねえかこれ。貯める、30残像剣。逃げろ逃げろ、俺は逃げるぜ。もうピッコロさんに任せたぜ俺は。よし来た。こっからだから何ターン耐えなきゃいけないのかちょっとわからんけど、344でしょもう HP この時点で。もう344、もっと500ぐらい欲しいな。回り込まれた、もう。よっしゃ4、やっぱそれでも食らうんだ。近づいた、あーくそ食らった。あーちょっと、もうちょっとなんだよな、早いんだね。ピッコロ早く早くしてくれ。移動、離れる、で残像剣入れます。ピッコロ早く、271しかねえぞあと。よしよし耐えろ、とにかく逃げるみたいな、とにかく逃げる安村みたいな。回り込むね、まあ回り込むね。おい、いいね。それでもやっぱ回り込まれてるからあれだけダメージ出ちゃうんだな。あーちょっと今遅、うーわ、怒涛のうちに、まあ、すげえ遅かった。それでもやっぱあれだけしかダメージ食らわなかったっていうのはやっぱ火ダメが下がる効果もあんのかね、残像剣って。いたー、魔眼光殺法、はい、かわされます。まともに食らったらアウトだったぜ。よ、避けやがった。ピッコロさん頼むよお前ほんとに。でご飯来るんだと思うんですよ、ご飯。あー違う、離れる、残像剣、30で、よし行ってこい、耐えてくれ。よしさあ、あーもうちょっと距離欲しかったな。あー遅いとダメだねやっぱりね。回り込んだ、失敗。おい、あーなんかあそこ止まるんだよね、あのもうちょっと早ければいいのか。おい、ダメだ、今早すぎた、もう完全に。いやーもう怒涛の攻撃だ、怒涛の攻撃、やばい。ご飯早く来てくれ、もう息子にかける。ご飯早く来てくれ。30残像剣3つ行こう、30で全部で何十でしょうかみたいな感じだよね。よーし行こう、頼む耐えてくれ、回り込ませんなよ悟空、頼むぞ。回り込まれてエネルギーハウトされたら終わり。さあ、あーやばいな、回避、よーし、よしよしよし、あー息が詰まる。やばい、あー今のは遅れたねー。2、やばいやばい、ご飯早く、ダメか来ないか、
ご飯来ない、ご飯の時間じゃないのかここは。くそー、後ろ後ろ後ろってか離れるか。残像剣もう撃った途中だよな。でも回避しかできないんじゃない。それでも行くか、それでも行くか。30で見しかねえぞ。離れた離れた、とことん逃げろ。いやーまだ来ないか。それともあれなんかな、ある程度ダメージ与えないとご飯発動しないとかなんかな。その可能性もあるよね。あーマジか。いやその可能性もあるよな。その可能性も、ちょ、もう一回いきます、もう一回いきます。耐えるだけで終わるんであればいいんですけど、やっぱある程度 HP 削らないと発動、その後のイベントが発動しないとかっていうことであるんだったら、まあ削るしかないよね。回避、いやーダメだ、難しいね。全部防御でいいんじゃねえか。いやーダメだダメだ、くそー。いやーなかなかむずいな。46、まあまあ通常攻撃はそんな食らわないからいいんだけど、そう時間の問題だよね。いやーもう600だよこれ。残像剣、もう残像剣やりまくりだよ。もう30 45 80、は無理か。ためよし、行ってこい、耐えろー、よし行こう。さあどんなもんか。ああ距離取るの忘れたな、やばい。なんかあれだな、あー今の押し間違いだ。残像剣重ねても打っても回避のあの回数は特にあれか変わらないっすよね。しかもちょっとこうあのボタンのこの押すタイミングがさ、もうちょっと緩やかになるかっつったらそうでもない。まあ距離が距離だったからな。いやもうこの時点で427って、これもう終わってるわこれ。こっからは耐えきれんぞ。残像剣、これある意味ピッコロ戦よりもこれまあそりゃそうだよね。次々で敵強くなっていくわけだからさ、そりゃそうだよね。まあただこの動画使ってさ、ちょっとこれあれだよね、その耐えるだけで次に進めるのか、それともやっぱちゃんと HP 削らなきゃダメなのか、その辺のなんていうのかな、見立てみたいなのはやっぱちゃんと立てておかなきゃダメだわ。よっしゃ、うんそうっすね。23、オッケー。あーちょっと早かった早かったけども、やっぱり火ダメ落ちてる可能性あるねこれね。残像剣によって、なるほどね。そういうことですか。まあ、これこそ戦術使えばね、楽にさ耐えられると思うんですけど、ちょっと距離取るか。
だ。よし。余裕でかわされてしまった。余裕で余裕シャクシャクだもんね。さあ距離取ったぞ。回り込んだ。距離取るから回り込みが多くなっちゃうのかな、逆に。どうなんだろう。やべえな、でも防御だな。食らってる食らってる。いやー、さっきよりも状況まずい。全然マカン交差砲のためのタイミングまで行ってないのに、もう262しかない。ダメ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 。残像剣もう変わらず残像剣打ち続けます。距離を取る。さあどうだ、さあどうだ。こっからマカン交差砲のための時間になるんだけど、確か3ターンぐらい耐えなきゃダメだったんじゃないか。2ターンぐらいだったかな。どうだったっけ。回り込んだ。やっぱ距離取るから回り込まれるのか。同等の一撃84、やばいな。逆に距離あった方がいいのか、あったってか、距離縮めた方がいいのかな。結局やっぱ後ろを取られるとダメージ大きいからね。困ったね。じゃあちょっと距離取らないでちょっとうろうろしてみますか。残像剣残像剣。あ、終わりにしちゃった。終わり、まあ終わりでもいいですけどね。その分早く行動できるんだったら終わりでもいいですけど、あんま変わらんか状況。よし、いいね。回り込むか状況どうであれ回り込むか、こいつは。あー、ちょっと遅かったな、ちょっと遅かったな。さあピッコロさん、外れる外れるやつ。死ぬのはてめえの方だ。違うんだよ、当たんねえんだよこれ。はい、くっそー、どうするよ。もう残像剣打てるだけ打っとくか。もう本物だーれだみたいな感じで。ダメ、行ってこい、なんとか耐えてくれよ。でもここからまた 2,3 ターンあれだよね、動きなかったような気がしたんだよね確か。後ろ回り込んだ、失敗した。失敗することもある。あー、ダメだ。40、くそー、あーダメだ。35、4、生き残った。あともう回避しかない、回避しかない。くそー、だったら攻める、だったら攻める。もう回避しかないんだったら、これ体当たりよりももっとなんかこの特殊の技を覚えないのかな。なんだろう。どうだ、カメハメハとかも打ってみるか。超カメハメハより強い技なんか覚えるかもしれないしね。
で、そうだよね、可能性あるもんな。回避。うわー、押してますけどね。いや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 、厳しい。非常に厳しいね。はい、というわけで、じゃあ今回ここまでにしておきましょうか。ちょっと35分過ぎちゃったんで、そうですね、ここまでにしておきたいと思います。次なんとかラディッツ突破できるようにね、頑張ります。応援よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。